You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ Rick がお送りいたします。 Good morning! ポッドキャスト大学の DJ Rick です。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。多分今日ですね、これ、904回目か3回目ぐらいなんですけども、今日もですね、ちょっと時間ができたので、収録しながらお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、こんなトピックをお届けしていきます。こちら、ポッドキャスト収録でコンデンサーマイクを選ぶ条件ということでですね、ポッドキャスト用のマイクを考えるときに、ダイナミックマイクがいいのか、コンデンサーマイクがいいのか、悩むときがあると思います。で、いろいろとですね、まあ、いろいろとこう、比較してみて、あ、コンデンサーマイクがいいなと思ったときに、じゃあどんな条件だったらコンデンサーマイクでもいいのかなっていうところをですね、今日は深掘りしていきたいなというふうに思っております。まずもう一つ、最初にダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音質の違いなんですけども、ダイナミックマイクの方はですね、もうマイクのケーブルに挿すだけで音が取れるようになっております。一方でコンデンサーマイクは48V のですね、ファンタブ電源が必要になります。こういったところ違いがあります。で、音質に関してもですね、ダイナミックマイクの方は本当にこのマイクのこう周りのですね、エアコンの音とか環境の音はあんまり拾わないんですよね。マイクと口、口とマイクってすごく近いと思うんですけど、その本当に口の音をですね、口から出る 声の音を、収録してくれていきます。ですのであんまり環境音が入らないので、こう普通の部屋とかで収録してもしっかり声が取れるというメリットがあります。よくカラオケなんかとか、カラオケとか、ライブのパフォーマンスとかでですね、使われていくのが、ダイナミックマイクですね。で、FM のラジオなんかでもですね、ダイナミックマイク使われてまして、東京の JWEB さんの方ではですね、オーディオテクニカの A4100 が使われております。アメリカとかだったら、ラジオ局でダイナミックマイクじゃなくて、コンデンサーマイクを使われているところもありますが、よくですね、ダイナミックマイク、エレクトロボイスの RE20 かな、20。この辺はですね、よくスタジオマイクとしてお見かけすることが多いですね、アメリカとかでね。で、一方で、コンデンサーマイクに関してはですね、すごく歌手ですね、歌手の方の収録とか、あとは、ナレーションですね。ボイスアクター、ナレーションの収録とかで使われることが多いですね。よくコンデンサーマイクが設置されているのは、ちゃんとしたスタジオみたいな空間、いわゆる吸音、ちゃんと防音がされていて、そして、ちゃんとしたこう収録用のですね、マイクスタンドに乗って、別の部屋から、指示する人がいてとかね、そういう感じのですね、アーティストの収録みたいなね、スタジオ、収録スタジオみたいなね、感じのところで使われているのが、ほとんどがコンデンサーマイクですね。そんな違いがあります。ライブとか、スタジオで使うのかとか、またその用途によってもですね、違ってきます。で、ここで、ポッドキャスターの方が、コンデンサーマイク、買ってもいいんじゃないかなと思うのはですね、いくつかあるんですけども、こういうシーンだったらですね、いいですね。一つは一人で収録する、ポッドキャスト大学みたいな感じですね、自分の専用マイクとしてコンデンサーマイクを使う、自分の、部屋用のマイクとして使うと、配信用のマイクとして使うで、配信のスタジオ用ですね、この自分の部屋とか、そういった固定した場所で使うですね。よくポータブルでどっかの収録に持っていくんじゃなくて、本当にその固定ですね、その場所に固定しておくっていうような感じで、
コンデンサーマイクを選ぶというのが一つは向いていますね。うん、でダイナミックマイクはね、いろんな外でも使えますので、なんかこうゲストの収録用とか、まあ、別の場所でね行くときに使うとかがおすすめです。でこの自分のその環境用に一ついいコンデンサーマイクを持っておくっていうのは、これはねありですね。うん、本当に自分の配信の部屋とか、毎朝この場所で収録してるとか、自分の収録部屋があるっていう方ですね、ぜひコンデンサーマイクを一つ選んでみてはどうでしょうか。うん、そしてもう一つはですね、なんか収録の中で、例えばノイズゲートのね、そういう機能をついているオーディオインターフェースミキサーを持っている方とかもコンデンサーマイクはいいですよね。うん、よくコンデンサーマイクっていろんな音を拾っちゃうんですけども、ノイズゲートですね、フロアノイズとかノイズゲートをですね、あるのがあれば、本当にね、なんかこうかすかな、ね、空気音とか、かすかなエアコンの音とか、かすかな冷蔵庫の音とか、もっとそのね周りの音をねカットしてくれるんですよね。こう、そういうのがね非常にノイズゲートがあったりすると、ね、使いやすいです。コンデンサーマイクでもすごくウォークするっていうか聞いてきますので、そういうのもねいいですね。うん、はい。ですので、まあこうこのコンデンサーマイク使うのは非常に難しいんですけども、でもですね、一人の収録部屋があるとか、オーディオインターフェースでちょっとこういいのを買っていて、まあすでにこうノイズゲートとか、なんかこう音の EQ をいじれるとか、またね、ハイパスフィルターがあるとか、まあそういったね、状況であれば、ノイズゲート付きのですね、オーディオインターフェースを使っていい感じにですね収録することができますので、ぜひやっていただけたらなというふうに思います。はい、一番まあ身近な、まあ、コンデンサーマイクっていうか、一番お手頃なコンデンサーマイクとしてはやっぱりあれですね、オーディオテクニカの AT2020 とか AT2035、 私 AT2035 買いましたけど、 AT2035 とかすごく売れてますよね。うん、なんかなんだろうな、1万円とか Amazon でこの前もセールの時は限定カラーが8000円ぐらいでしたね。うん、だからすごく安いですよね。日本アメリカドルだったら60ドルぐらいなんですかね。うん、すごくおすすめなマイクが安くなってきています。多分100万台ぐらい売れたのかな。うん、なんかそれぐらい売れてるんですよね。うん、あとはこの番組でも紹介しているロードの NT1 とか第5世代、これはすごく使いやすいですね。何がいいかっていうと、USB-C で直接パソコンにつなげるので、オーディオインターフェースもいらないというところと、ロードの専用のアプリケーションの中に、まあ、こうノイズゲートとかいろいろとね EQ とかいじれるように、あ、息はいじれなかったかあとハイパスフィルターですねごめんなさい、ハイパスフィルターがね使えるようになってるんですよね。うん、まあ、なのでこのロードの NT1 の第5世代、一番新しいモデルなんですが、ショックマウントもついていますし、ポップフィルターもついているので、あ、ポップガードか、ポップガードもついているので、非常にお買い得というかコスパの良いモデルになっておりますので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみていただけたらなというふうに思います。ちなみにごめんなさい、ちょっと風がまだなってね。ちなみに今使っているこのマイクはですね、ノイマンの TLM103 というコンデンサーマイクを使っています。で、このマイクは本当に歌手の方とかも使ってたりとか、まあナレーションの方も使ってますね。一番この UA87AI っていうのね、一番いいモデルじゃないんですけども、まあ、その本当に何だろうな、この卓録用としてTLM103 ってすごく使いやすいんですよね。うん、まあ、なのでぜひこういった音も参考にしていただけたらなというふうに思います。今まではね、ダイナミックマイクすごい好きで、結構ダイナミックマイク、ロードプロキャスターとか AE4100 とかね、あとエレクトロボイスとか使っていたんですけど、やっぱちょっと音が硬いんですよね。なんかね、ダイナミックマイクやっぱり先ほど伝えたように、ゲストの収録とかはすごく使いやすいんですけど、
やっぱりどうしても音がちょっとね、カタカタな感じになっちゃうんで、こう自分の空気感が伝わらないから、やっぱりコンデンサーマイクが大事かなと思ったのと、私自身もですね、部屋収録用の専用の部屋のような場所を少し作りまして収録しているので、まあ、そういった関係からもですね、コンデンサーマイクの方がすごく使いやすくなってきております。はい、ご自身の環境に合わせてですね、ぜひコンデンサーマイクピックアップしていただいて、なんかちょっとあんまり部屋整えられないなという方はですね、ダイナミックマイクを選んでみてはいかがでしょうか。はい、さあ改めまして今日は、ポッドキャスト収録でコンデンサーマイクを選ぶ条件をお届けさせていただきました。まとめますと、例えば一人で収録するような部屋がある、そして、ノイズゲートがあるようなオーディオインターフェース、ミキサーをお持ちの方はぜひコンデンサーマイクを選んでみてはいかがでしょうか。おすすめのマイクはオーディオテクニカの AT2020 だったりとか、ロードの NT1 第5世代などがおすすめでございます。ぜひ皆さんの参考にしてみてください。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターだまちポッドキャスト情報やライフハックガジェットに関する情報を発信しております。余談なんですけどね、先日オトナルさんの、ポッドキャスターに向けてのアンケートのですね、見てたらですね、このマイク何使ってますかとか、どんな機材使ってますかっていうですね、問いかけがあって、いやマイク意外と SM58、5% ですね、5% 使ってる方が多かったりとか、ロードのポッド、ロードね、シュアの MV7 使ってる方が多かったり、すごくね、多かったですね。あと驚きだったのがスマホで収録してるっていう方が結構多かったですね。うん、意外とねポッドキャスターの方はね、機材にお金かけてないかもっていうですね、そんなことが分かりまして、この番組の重要性がなおさらひしひしと感じる、そんなおとなるさんのあれでした。サイトを見ちゃいました。さあ、これもちょっと概要欄の方に、リンクで貼っておきます。ポッドキャスターの方がどんな機材、どんなマイクを使っているのかについてのね、おとなるさんのページすごく面白いです。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないようにするには無料サービスから便利、あなたの朝時間にポッドキャスト情報がサクッと一つ届くようになっております。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。ではでは。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky.ちょっとさっき咳しちゃったんですけど、咳のところカットするか迷いますね。まあいいかな。どうしましょう。はい、考えて編集します。ではでは。